2022年6月17日、上海にあるカンナム造船集団有限責任公司で建造が進められていた。中国海軍3隻目の正規空母となる003型空母の進水式が取り行われ、艦名を福建と命名され艦番号は18が付与されたとして、中国国営新華社通信が報じたよ。軍事の発展を喜ぶべきなんだろうけど、その国が中国ともなれば警戒せざるを得ないよね。まあ国防を担う人たちにとってはどこの国でも警戒するんだろうけどな。自国の発展が一番心置きなく喜べるよね。そうだね。さて今回は中国海軍3隻目の正規空母が福建と命名されて進水したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍の空母は001型の幼名は北海艦隊の拠点である山東省の青島軍港。002型の山東が南海艦隊の海南省三亜に配備されていて、福建は台湾を担当する東部戦区の東海艦隊に配備される可能性があり、福建省は習近平国家主席が長年にわたって勤務した土地柄でもあり、習近平主席の地盤とも言える同省の省名を名付けたことで、この真の意味での中国独自の空母開発を習近平主席の業績として強調する狙いもあると見られているよ。中国って国のトップを称えるみたいな意味合いで何かを命名したり何かを建造したりすること多いよね。そうだね。また、この報道を受けた松野内閣官房長官は6月17日の記者会見において、中国の軍事動向は我が国を含むインド太平洋地域と国際社会の強い懸念であり、今後とも重大な関心を持って注視していくと述べているんだ。福建はそもそも4月に進水式が予定されていたんだけど、上海において新型コロナ感染が拡大したことによるロックダウンのために大きく遅れていたよ。進水式の様子は中国の CCTV によって映像で流され、中国軍政府組トップの許その両共産党中央軍事委員会副主席らが出席したんだって。福建の船首に設置されたシャンパンとくす玉が割られると、色鮮やかなリボンと花火が空を舞い、ゆっくりとドックから離れ、国家斉唱や国旗掲揚などを行った後、福建は造船所内の埠頭に移動して経由されたよ。空母福建は、中国海軍として3隻目の空母だけど、国産空母としては2隻目、さらに設計からオリジナルで建造された空母としては初めてで、偽装を終えて就役するのは2024年になると見られているね。中国海軍が最初に保有した空母幼名は、ソ連海軍が建造を進めていたアドミラル・クズネツォフ級航空母艦バヤーブを改修したもので、建造途中にソ連が崩壊したためにウクライナでスクラップ同然になっていたものを中国が民間会社を隠れ蓑として買い取り、大連造船所でスキージャンプ方式の、ストーバーショートタケオフバットアーレスティドリカバリーストーバー方式の空母として再生したものとなっているよ。また、中国海軍はその幼名を改修した際の技術を活かして、幼名のコピーとも言える2番艦の3等を建造し、ストーバー方式の2隻の空母を運用していたが、いずれも艦載機である J15 が燃料や兵器ミサイルを満載した状態では発艦することができず、攻撃力において問題があるとされていたぜ。福建の諸元について教えて。今回浸水した福建は基準排水量78,000トン満載排水量 80.000トン以上全長320メートル。水線幅38メートル最大幅 75.5 メートルとされ、幼名や3等よりも一回り大きく、搭載可能な航空機数も幼名の36機、3等の44機より多い60機とされているほか、幼名や3等との大きな違いは、両艦がスキージャンプ台を備えたストーバー方式であるのと違い、福建はアメリカ海軍の原子力空母と同様にカタパルトで航空機を射出して発艦させるキャトーバー方式が採用されていることだね。キャトーバー方式での発艦であればストーバー型と違い、艦載機 J15 にはより多くの兵器や燃料を搭載できることになり、中国海軍がキャトーバー方式の空母を完璧に運用できるのであれば、日本にとっては大きな脅威となることは間違いないとされているぜ。福建は建造当初において、中国の国産空母に搭載されるカタパルトはアメリカ海軍のニミッツ級原子力空母で、採用されている蒸気式カタパルトが搭載されるのではないかとする声が多かったね。その理由としては、電磁カタパルトの運用には膨大な電力が必要とされていて、原子力のように長期間高出力を保つことができる機関でなければ難しいとされていたからで、その上であえて中国海軍が電磁カタパルトを採用したのであれば、アメリカ海軍の電磁カタパルトよりも電力を消費しない、より効率の良いカタパルトの開発に成功した可能性を指摘する声もあるんだ。また、電磁カタパルトの技術もまだ確立されていない部分があり、アメリカ海軍で最初に搭載されたニミッツ級空母の後継であるジェラルド・アール・フォード級原子力空母においても、数々のトラブルが発生し、その克服にはかなり苦労したとされていることから、
中国海軍が何の問題もなく運用することができるのかどうかを疑問視する声は多いんだよね。アメリカが難航したことを、中国がすんなり乗り越えられるとは思えないけどな。福建浸水式の映像からは、飛行甲板に設置された3本のカタパルトにはテントのようなものが貼られて隠されていて、その構造などを伺い知ることができないんだ。また、空母の動力機関についても謎に包まれていて、開発当初は原子力ではないかと噂されていたが、どうやら通常動力であろうと伝わっているものの、未だに中国海軍からは公表されておらず、これもまた謎のベールに包まれているぜ。秘密主義なんだね。自分たちは工作員を送り込んでまで情報を盗むくせに。ところで、日本のインターネット上では福建に関して空母不要論も含んだ否定的な意見が多く、それらは防御が難しい極超音速飛翔体の開発が進む現在において、そのような対艦ミサイルにとって空母は命中させやすい大きな標的でしかなく無用の長物だとして、アメリカの原子力空母軍や海上自衛隊の出雲型護衛艦の出雲と加賀の空母化改修についても無駄であるとしているよ。この空母不要論は昨日今日話題になったものではなく、20年以上前から語られていたものだな。アメリカ軍において、2002年にミレニアムチャレンジ2002MC2002 と呼ばれる大規模な図上演習が実施されたんだけど、この図上演習とは軍事組織やシンクタンクが、軍事理論や戦略、ここの作戦などを実証し研究するために、コンピューターを駆使して敵と味方の詳細データに基づき実施される軍事演習なんだ。MC2002 では当時の同時多発テロからイランやイラクを仮想的レッドチームとして、派遣されたアメリカ空母打撃軍などと2週間にわたって機上で戦闘を交えることになっていたよ。その図上演習で、アメリカ海兵隊のポール・バン・リッパー退役中将が指揮を取るレッドチームは、対艦ミサイルの連射による飽和攻撃や小型ボートによる自爆接近攻撃などを駆使した作戦を展開し、なんと海戦2日目までに原子力空母や強襲揚陸艦などを含む16隻のアメリカ軍艦を撃沈したほか、アメリカ軍全体の戦死者が2万人に上るという結果となったんだ。このことに驚愕したアメリカ軍は MC2002 を中止し、後日改めてレッドチームによるミサイル飽和攻撃と小型ボートによる自爆攻撃を禁止して演習をやり直し、アメリカ軍がレッドチームに勝利することになるんだけど、この時点ですでに空母不要論は形成されていたと言えるよね。軍事評論家の中には、空母不要論が蔓延することで現役の空母が退役させられ、新造もされないとなるとアメリカの軍需産業が大きな打撃を被るために、この事実がもみ消されたとする意見があるぜ。空母がなくなると、その分の利益がなくなっちゃうもんね。しかし、空母が絶滅したとしてもそれに代わる兵器は必要であり、軍需産業はそのトレンドをしっかり抑えておけば大きな打撃を受けることはないんだよな。また、この MC2002 の情報は世界に拡散されており、その事実に世界が反応して全ての国が空母保有を止めたのかといえばそのようなことはなく、アメリカ海軍はニミッツ級の後継空母を開発し、イギリス海軍は空母クイーンエリザベスを就役させ、その他にも多数の国々が空母を保有あるいは新造し、DF-21 などの強力な対艦ミサイルを多数保有していて、空母に対する飽和攻撃を実行できる中国でさえ大型空母を建造しているんだよね。このように、21世紀の時代でも洋上を移動する航空基地である空母の存在意義が大きいことは否定できず、今回浸水した福建が就役して空母として運用されるようになれば、台湾への圧力を強めるだけでなく、南シナ海や太平洋において中国海軍の作戦遂行能力を着実に向上させることになり、アメリカとの軍事上の摩擦がさらに激しくなるのは必至であり、日本の安全保障を脅かす存在となるのは間違いないよ。それじゃあ今回はこの辺で、次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は日本についてだよ。みんな日本の読み方は日本と日本どっちだと思う？日本も日本もどっちとも言うから難しいな。確かに両方呼ぶからな。実はどっち呼んでも正解なんだ。だよね。でもいつから言われるようになったんだろうね。それじゃ解説していくよ。日本という国名が初めて登場したのは飛鳥時代のことだったんだ。日の本の国という意味から日本という言葉が誕生し、大化の改新が起こった頃には日本という表記が存在していたそうだよ。しかし、読み方は現代のように日本や日本ではなく、当時は日本と書いて大和と呼んでいたそうだよ。ならいつから呼ばれるようになったんだ。現代と同じ読み方である日本が初めて登場したのは奈良時代以降だとされているんだ。当時は遣隋使が派遣されるなど、中国との交流が盛んだったんだ。そのため、中国から伝わった語音読み、いわゆる漢字の音読みが日本でも多く使われるようになったんだ。日本を音読みにすると日基本となり、これがなまって日本という読み方が誕生したとされているんだ。そうだったんだね。
普通に読んでいたから意識しなかったんだけど、最初はヤマトだったんだね。そっちはそっちでかっこいいから好きだけどね。確かにね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。ウクライナ軍の当局者が語るところによると、2022年8月31日の夜にウクライナ北東部にある第二の都市ハルキウで、ロシア軍がロシア国内において地対空ミサイルシステム S-300 を6発ほど発射したらしいんだ。だが、そのうちの1発が予定されていた軌道から大きくそれて、ウクライナとの国境に近いロシアの町、ベルゴロドの住宅街に着弾したというぜ。この時の様子はベルゴロドの住民が多数、撮影をしていて、SNS などに多くの動画や画像が上げられて話題になっているね。そうだね。さて今回は、ロシア軍が発射したミサイルが、自国の住宅地に着弾したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ミサイルが着弾したとされる場所がどこであるかはまだ正確なことが分かっていないんだけど、メッセージアプリテレグラムの複数のチャンネルへの投稿の内容によれば、ロシア国内のベルゴロド南西部にあるコムソモルスキー村ではないかと見られているよ。ベルゴロド州のビャチェスラフ・グラトゴフ知事は自らのテレグラムのチャンネルで、市内では複数の爆発音が報告されているとして、その爆発音は同州に配備されている防空システムが作動したものであると説明した上で、投稿を実行する時までに入った情報によれば、被害や犠牲者は出ていないと述べているみたい。合法的に入手できる資料を調べて付き合わせる手法として1980年代から情報活動で用いられるようになり、公開されている情報を情報源とするオープンソースインテリジェンスのアカウントの一つである OSIN テチニカルが、発射に失敗したミサイルを捉えたとされる動画の一部を公開していて、ミサイルの誘導システムに何か深刻なトラブルが生じたようだと示唆したぜ。19秒間にわたって撮影された動画は、夜の暗闇の中で問題のミサイルが発射された直後に、その進行方向を変えて軌道を逸れていく姿がはっきり映されていて、他のミサイルが上空に飛翔していくのと異なり、ほぼ真横に飛翔して最終的に地上に落下して爆発を起こすまでの様子を捉えているな。この動画を見た日本のインターネット民からはオープンソースインテリジェンスアカウントでは、誘導システムに深刻なトラブルが発生したと書かれているが、この動画を見ると誘導システムのトラブルではなく、推進装置の不具合ではないだろうか?との疑問が挙げられているみたい。動画を細かく分析すると、ミサイルは2回方向を変えており、その方向転換の際の瞬間に、発光が一瞬強くなってから方向が急変しているとして、本来であれば常に一定の火力で燃焼を続けなければならない推進装置が、何らかの不具合で小さな爆発が発生し、ミサイルの挙動をおかしくさせて姿勢の安定が保てなくなった可能性があるとした上で、もしそれが正しいとするならば、西側からの制裁を受け続けているロシアにおいては、ミサイルの推進装置やそれに使用する燃料などをまともに製造することができなくなっているのではないかとの指摘も飛び出しているよ。ロシアではミサイルなどの精密誘導兵器に必要不可欠な半導体を、これまで西側諸国から輸入していたのであるが、そういった高品質の半導体などの輸入が規制されていて、2月24日のウクライナ侵攻以降は精密誘導ミサイルなどを製造する際に、品質の良くない自国製の半導体を使わざるを得なくなっているからな。そのために粗悪なミサイルが出回っているのではないかと推測されているだけでなく、防空ミサイルシステムなどを取り扱う兵員もまた、ウクライナ軍の攻撃によって兵員が不足していて、満足に訓練を受けたことのない補充兵が、ミサイルへの AI への初言入力や発射手順を誤ったために発生した事故なのではないかとの見方が広がっているぜ。ロシア軍の防空システムのミサイルが誤作動したとされている事故は今回が初めてではなく、6月に発射されたミサイルが発射地点に引き返していく様子を捉えた動画が SNS に投稿されて話題となったんだ。ウクライナのルハンシク州にあって新ロシア派武装勢力の占領下にある、アルチェフスクから発射されたロシア軍の地対空ミサイルが、発射後に円を描くように軌道を変えて U ターンして引き返し、なんと発射地点の近くに着弾したんだよね。地元のテレグラムのチャンネルであるキブオペレーティブが最初に公開したこの動画には、ミサイルが上空に向けて発射された直後にその向きを変えて逆戻りし、着弾して大規模な爆発が起きる様子が映っていて、着弾して爆発した後には、サイレンやアラームの音などが録音されているんだけど、この爆発によって破壊されたり、あるいは損傷したりした設備などがあるのかどうかは不明となっているよ。また同じ6月に、やはりロシア軍がミサイル発射を試みたものの、ウクライナの報道機関である 24TV の報道によれば、1発目が発射後すぐに空中で爆発してバラバラ分解されて落下し、
住宅街からほど近いところで火災を引き起こしたことがあったというぜ。このロシア軍のミサイルについては誘導失敗の他に、不発弾が多いことも指摘されていて、ロイター通信が、ウクライナでの情報活動を担当しているアメリカの複数の当局者からの情報として、アメリカ政府の分析では、ロシア軍がウクライナに向けて発射した数千発の精密誘導ミサイルが正常に作動したのは4割に満たないとして、6割にも及ぶミサイルが攻撃を失敗しており、このことがロシア軍の停滞にも大きく影響している可能性があると指摘しているね。さらに、ロシア軍でのミサイル誘導の不正確さも指摘されていて、ロシア軍は民間施設をミサイルで攻撃したことはないとしているにもかかわらず、ウクライナ国内においては多数の住宅や学校、病院などを破壊し、膨大な数の死傷者を出しているんだ。ミサイル発射における失敗には戦術の動画に見られるように、発射直後のものや、飛翔中のもの、あるいは爆発せずに地面に突き刺さっている様子の画像など様々なパターンがあるな。アメリカの当局者がロイターに語ったアメリカ政府評価によると、ロシアの誘導ミサイルが失敗する率は日によって変わるだけでなく、発射されるミサイルの種類にも左右されていて、1日単位の失敗率が 50% を超えることが往々にしてあるというが、誘導型のミサイルにおける失敗率は通常 20% を上回るとかなり高いとみなされ、実戦での運用において支障が出るとされているんだ。単純に2発中1発が失敗しているってことだよね。そんなの怖すぎて撃てないよ。ロシア軍の誘導型ミサイルの種類別の失敗率においては、空中発射型の空対地ミサイルクフ 47M2 キンジャールが日によって、20から 60% もの失敗率になっているとするアメリカ情報機関の見方を、当局関係者が示したよ。アメリカ戦略国際問題研究所 CSIS によると、ロシアはウクライナ攻撃で2種類の空中発射巡航ミサイルを使用していて、クフ 47M2 キンジャールの他に 3M54 カリブルがあるんだ。クフ 47M2 キンジャールは、地上発射型の短距離弾道ミサイルイスカンデルの空中発射型であり、飛翔速度は極超音速とされるマッハ10で射程距離は 3000km とされているが、実際にはその7から8割程度であろうと見られているね。3M54 カリブルはもともと射程 300km とされる対艦ミサイルだが対地攻撃用も開発されていて、発射プラットフォームが多岐にわたり、空中発射型の他には陸上発射型、水上艦発射型、そして潜水艦発射型があり、数ヶ月前までは国会においてロシア海軍の海キロ級通常動力型潜水艦から発射された、カリブルによって民間施設への攻撃が問題になっていたよ。今回のウクライナへの侵略戦争で精度の低いことを世界にさらけ出してしまったロシア軍であるが、その精密とは言えない低性能な誘導ミサイルでさえも在庫が枯渇しつつあると、アメリカ、イギリスの防衛当局が指摘しているぜ。侵略戦争の長期化に加えてロシアに対する西側諸国の制裁によって、それまで輸入に依存してきた半導体などの電子部品などが不足し、ロシア国内では再生産が困難なことが要因だというよ。しかし、そのためにロシアは備蓄していた旧式兵器を使用し始め、軍事施設も民間施設も区別しない無差別攻撃を展開しているため、ウクライナ民間人の犠牲者がこの先増大することが懸念されているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
2022年9月6日、ウクライナのゼレンスキー大統領による定例のビデオ演説の中で、同日午前にロシア軍が発射した巡航ミサイル X-101 発のうち5発をウクライナ軍が撃ち落としていたと発表したよ。さらに撃ち落とした5発中4発は南部で撃ち落とされたことを明らかにしたぜ。残りの1発はどこに着弾したんだろ？ゼレンスキー大統領は撃ち落としたミサイルのうちの残りの1発がどこで撃ち落とされたものか。さらに、撃ち落とせなかった1発がどこに着弾したかは明らかにしていないな。そうみたい。さて今回は、ウクライナ軍がロシアの新型巡航ミサイル6発中5発を撃墜したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。このゼレンスキー大統領の演説以前に、ウクライナ東部にある首都キーウに次ぐ第二の都市ハルキウと、現在はロシア軍の支配下にある鉄道の要衝イジュームとの間にあるバラクレア周辺での戦闘状況が SNS に投稿されていたことや、アレストビッチ大統領顧問がハルキウ州でのウクライナ軍の作戦展開について、素晴らしいニュースがもたらされるだろうとツイートしていたことについて、大統領からの言及はなかったらしいよ。この大統領の演説内容を伝えたロイター通信では、これら一連のニュースについて確認できておらず、またロシア側からの発表がないことを伝え、ウクライナ軍が攻勢に出ているとされている南部ヘルソン州での戦況についても、ウクライナ政府が記者の従軍を許可していないために直接の情報は得られていないとしているぜ。ウクライナ軍が撃墜したとしている X-101 ミサイルとは、ロシアで X-50 と呼ばれているケント55空対地巡航ミサイルの後継であるケント101ミサイルとなっているみたい。このケント101空対地巡航ミサイルについての性能所言などは不明であるが、ケント55は1982年に運用が開始されたミサイルで、アメリカのトマホーク巡航ミサイルや長距離攻撃スタンドオフミサイルである ALCM エアローンチクルーズミサイル空中発射巡航ミサイル AGM-86 を意識して開発したとされたもので、航空機による空中発射型の他に潜水艦発射型や車両に搭載された地上発射型のものもあるぜ。空中発射ミサイルはどれくらいの威力があるの？ 200km 毎時との核弾頭を装着可能とされ射程距離は 2500km で、ツポレフ95などの戦略爆撃機から発射された後、主翼と尾翼が進展されて、ターボファンエンジンによってマッハ 0.48 から 0.77 で飛行するんだって。ケント 101X101 はこのケント55をベースに開発された新型であり、性能所言についてはケント55のそれを上回るものと見られているが、最高速度に関しては巡航ミサイルという性格上、マッハ1以下の亜音速と見られ、その撃墜においてはウクライナ軍がアメリカから供与されている中高度防空ミサイルシステム、ナムサスナショナルノーエジアンアドバンストサーフェストゥエアーミサイルシステムナサムスや、ドイツから供与の短距離空対空ミサイル IRIST の地上発射型である IRIST SLM、 スペインから供与の中距離空対空ミサイルアスピーでの地上発射型などによって可能とされ、ウクライナ軍が侵略前から保有している旧ソ連製の S300 でも可能とされているんだぜ。ウクライナ軍は8月29日から南部のヘルソン州において攻勢に転じたことをゼレンスキー大統領自らが宣言しているが、ロシア軍に動きを悟られないようにとの配慮から報道統制を行い、民間人にも軍の動きを撮影した動画や画像を SNS などに上げたりしないようにとして、国民に協力を求めていて、その後の戦況が全く届いてこない状況にあったが、ここに来て少しずつウクライナ軍が有利に展開していると思われる情報が伝わってき始めているんだよ。ただし、それは攻勢に転じたとされている南部ではなく、これまでロシア軍の猛攻撃にさらされて劣勢とされていた東部戦線からの情報だったらしい。アメリカの CNN は9月7日のウェブ配信記事において、ウクライナ軍がハルキウの東南方面に進軍していることが分かったと報じ、その根拠として CNN が位置情報を確認した SNS 動画に、最近までロシア軍に占領されていたはずの街に、ウクライナの兵士がいる様子が映っていたんだって。そうなの？ウクライナ軍がこのままこの街を共闘歩として固めることが可能であれば、さらに隣接するバラクレアに進駐しているロシア軍を包囲することが可能になるとしているみたい。そのバラクレアがウクライナ軍の攻撃を受けているとの情報が7日、新ロシア派武装勢力が樹立したドネツク人民共和国の幹部によって、通信アプリのテレグラムに投稿されたらしいな。ウクライナ、ロシア双方からの情報によると、バラクレアではルガンスク・ルハンシク人民共和国の民兵やロシア国家親衛隊の兵士が守備についており、ウクライナ軍から攻撃を受けていることが正しい情報であるとすれば、こうした民兵や兵士の置かれた状況が危うくなっている可能性があるとされているよ。バラクレアは、東部ドンバス地方に展開しているロシア軍部隊と補給拠点とをつなぐ、交通の要衝であるイジュームの北西に位置していて、ロシア軍によって3月には占拠されていたが、
新ロシア派武装勢力の幹部は、ウクライナ軍がかなり以前から砲撃を行うための準備を進めていたと指摘しているな。この先ウクライナ軍がイジュームを奪還することがあれば、ハルキウ州に駐留しているロシア軍が作戦を展開する上で大きな打撃となるとされているよ。ウクライナ政府や国防省、軍などでは一連の犯行について明らかにしていないが、交戦が起こっている現地の記者などによってテレグラムなどにバラクレアにおいて激しい戦闘が発生していると投稿されており、どうやらウクライナ側からの発表に大きな違いはないようであるみたいだな。しかし、ウクライナのメディアでは、ハルキウ州のクピャンスクの当局者がクピャンスクは近く、ウクライナ軍によって解放されるとするビデオメッセージを出しているんだって。これらのここまでに入っている情報を総合すると、ウクライナ軍は2月24日の侵略開始以来ロシア軍に占領された地域の奪還に向けて、8月29日から南部のヘルソン州で反転攻勢に乗り出していることを公表していたが、どうやら南部の防備を強化しようとしているロシア軍の動きを尻目に、南部に援軍部隊を回して手薄になった東部ドンバス地方においてもロシア軍への反転攻勢を強めていると見られ、これまで一方的にロシア軍の攻勢に受け身になることしかできなかったウクライナ軍が、戦闘の主導権を奪いつつあるのではないかとの見方をする向きが増えているらしい。アメリカのシンクタンクである戦争研究所はこれまで東部ドンバス地方に展開していた、ロシア軍の精鋭とされる部隊が、南部で戦闘についていることが確認されたと指摘し、ロシア軍が南部で反攻に転じると大々的に喧伝していたことを受けて、それを阻止するために東部ドンバス地方からこの精鋭部隊を引き抜いて移動させた可能性が高いとしているよ。このことはロシア軍司令部がウクライナ軍による陽動作戦に引っかかり、東部を手薄にしたことでウクライナ軍の攻勢の手助けをしたことになり、ロシア軍が南部のみならず東部においても後退させられる可能性を示唆しているんだな。ウクライナ軍参謀本部は9月7日、地上からの長射程 GPS 誘導ロケット弾や、同じく長射程の誘導榴弾砲弾による砲撃のみならず、空軍によって地上部隊支援のための空爆が実施され、8月29日の反攻開始以来約40カ所のロシア軍拠点などに大きな被害を与えたと発表したとなっているよ。また6日には、ザポリージャ州のベルジャンシクに駐留していた、新ロシア派武装勢力の司令官が、車ごと爆殺されたとの未確認情報が流れ、正規軍の反攻と同時に後方におけるウクライナ軍特殊部隊や住民のレジスタンスの撹乱作戦が展開されている可能性が示唆されているみたい。このような要人を狙った暗殺は、ヘルソン州においても報告されており、8月30日にウクライナ政府与党の所属議員でありながらロシア側に寝返ったアレクセイ・コバレフ氏が射殺されているみたいだな。ロシアの英字新聞であるモスクワタイムズによると、ロシアの占領地域では8月だけでロシア側要人の暗殺を試みた事件が9件発生していて、7月の3件から急増しているんだって。暗殺が増えているみたいだけど犯人が誰だか見当はついているの？ウクライナ軍の犯行に合わせたレジスタンスや、ウクライナ軍特殊部隊の関与が疑われているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
2022年8月29日、ウクライナ軍の報道官が、ロシア軍に占領されていた南部地域の奪還に向けて、ウクライナ軍が本格的に反攻を開始したと明らかにしたみたい。他にもウクライナのメディアはヘルソン州でロシア軍が敷いていた第一防衛線を突破したとし、AFP 通信などはウクライナ軍が計画的に強力は攻撃を実施して、ロシア軍の防空システムなどを破壊したとのヘルソン州知事顧問の話を伝えているぜ。アメリカの CNN もウクライナ軍が夜間に作戦を開始して、ロシア軍陣地や後方へも大規模な砲撃を実施し、ヘルソン市近郊で4つの村を奪還したとして、ウクライナ軍の主要目標は州都ヘルソン市奪還であるであることをウクライナ軍の情報筋が明らかしたと報じているね。各メディアがウクライナの反攻を報道しているんだね。一刻も早い戦いの終結を、全世界の市民は願っているんじゃないかな。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍が南部で反攻開始したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。CNN が伝えているこの情報筋の情報として、ウクライナ軍が奪還した村の一つはブラブディン村で、この村にいた新ロシア派武装勢力が自称しているドネツク人民共和国 DNR と、ルガンスク人民共和国 LNR の正規軍とされている歩兵部隊を攻撃したところ、これらの歩兵部隊は敗走して、それを追うようにロシア軍の部隊も逃げたことを明らかにしていて、ドニプロ川ドニエプル川西岸に展開しているロシア軍や東部ドンバス地方の新ロシア派武装勢力などの戦意が、ウクライナ軍がハイマースなどで補給路を遮断していることによって著しく低下しているのではないかと見られているよ。さらにこの情報筋は、ウクライナ軍は4つの村を解放し、ロシア軍の防衛線を3カ所で突破したとも述べたとしてウクライナメディアによる第一防衛線を突破したとの情報を裏付け、ロシア軍の戦死者や捕虜となった兵士が多数出ているほか、多くのロシア軍車両を破壊したとしているんだ。これらのウクライナ軍が南部で反攻に転じたとの報道を受けたロシア国防省は、ゼレンスキー大統領に命令されたウクライナ軍が、南部のヘルソン州やムイコラーユ州で攻勢をかけようとした作戦は、ロシア軍の防衛によって大損害を出したとした上で、ウクライナ軍の戦車26両と装甲車32両を破壊し、スホイ25攻撃機2機を撃墜したほか、ウクライナ側の人的損失は560人以上に上り、ウクライナ軍の反攻作戦は失敗に終わり惨めな結果となるだろうとしたとして AFP 通信が報じているんだけど、AFP 通信ではこれらの情報を裏付ける証拠は確認されていないとしているね。ロシアの強がりってことかな？ヘルソン州のロシア軍については、東部ドンバス地方の戦線から部隊を引き抜いて増援させたと伝えられていて、それら部隊がドニプル川のどちら側に展開されたかは不明なんだけど、ウクライナ軍はこのところの1週間でロシア軍の弾薬庫を10箇所以上破壊しており、それ以外にもドニプロ川に架かる3本の橋を通行不能にして、東岸側からの補給路を遮断したことで弱体化させたとの判断によって今回の反攻が実行に移されたと見られているよ。しかし、ウクライナ軍の反攻を告げた報道官は、ロシア軍は弱体化したとはいえ、まだ侮れない戦力を保っているとして、占領された地域の奪還作戦が容易ではないことを示唆しているぜ。また、アメリカ側の反応としては、ウクライナ軍が南部でロシア軍に対して反撃に出たとの報道について、アメリカ国家安全保障会議 NSC のカービー戦略広報担当調整官は、ホワイトハウスではそれらのあらゆる報道を認識しているが、ウクライナによる特定の軍事作戦にはそれ以上コメントしないと述べて、ウクライナが反撃に転じたことについては言葉を濁していることを CNN が報じているみたい。2022年2月24日にウクライナ国境沿い27万の大軍を展開させていたロシア軍が、ウクライナ国内への侵攻を開始して以来、受け身の戦いを強いられてきたウクライナ軍が反攻に転じることができたのは、ひとえにアメリカや北大西洋条約機構NATO加盟国による最新鋭の兵器供与が大きいよね。その最たるものは M142 高機動ロケット砲システムハイモビリティアーティラリーロケットシステムハイマースや、多連装ロケット砲システムマルチプルローンチロケットシステムマース M270 であり、これらから発射される 70km という長射程を持ち GPS 誘導で精密攻撃が可能な単弾頭ロケットだろうな。これら GPS 誘導型のロケット弾を発射可能なマースを、誘導型多連装ロケット発射システムグービドマルチプルローンチロケットシステム G マースと呼び、今回ウクライナに対して供与された GPS 誘導型 227mm ロケット弾は M30A2 と M31A2 ロケット弾と見られていて、どちらも 70km から試験では 92km の射程距離が確認されているぜ。長距離砲撃によってウクライナも押せ押せムードなのかもね。侵攻当初にキーウ直前まで迫ったロシア軍を撃退した後、
次の戦場がウクライナ東部のドンバス地方になると見越したウクライナ軍は、東部一帯に広がる穀物畑など平坦な地形で、強固な塹壕陣地が構築された場所での野戦となるとして、遠距離砲撃を行う砲兵火力が必要になると判断し、ロシア軍が保有する榴弾砲や多連装ロケット砲の数に対して、圧倒的に見劣りするウクライナ軍の状況を踏まえて、ゼレンスキー大統領が4月13日に行った演説で、西側諸国に要求する兵器リストの筆頭として榴弾砲と多連装ロケット発射機を要求していたんだ。そして実際にロシア軍が、キーウ攻略に失敗した部隊を再編成して、東部戦線に投入して攻勢を強めたことでこの予想は現実となり、主戦場となった東部ドンバス地方のルハンシク州及びドネツク州では壮絶な砲撃戦が展開され、遠距離重火砲である榴弾砲と多連装ロケット発射機の数で勝るロシア軍が優勢となり次第に支配地域を広げられていく中で、ゼレンスキー大統領が慌てて榴弾砲やロケット砲の供与を懇願するほどであったってわけ。ようやくウクライナに供与されたハイマースや M270 の運用訓練を終えて実戦配備され始めた7月頃から、それらから発射される GPS 誘導型 227mm ロケット弾によって正確に狙われるようになったロシア軍砲兵部隊が次第に沈黙するようになり、NASA の衛星観測などのデータでもロシア軍による放火が明らかに減少していることが明らかにされ、さらに G マースによる攻撃でロシア軍の兵站集積施設が破壊され補給路が寸断されたことで、ロシア軍が優勢に進撃していた東部戦線や南部戦線でのロシア軍の勢いに陰りが見え始めていたわけだな。特に南部戦線ではヘルソン州においては、クリミア半島から進撃して、ドニプロドニエプル川を越えてムイコラーユに迫っていたロシア軍の後方補給路となっていた。ドニプロ川にかかる3本の橋を通行不能にして補給を遮断できたのは、ハイマースや M270 の供与がなければ無理であったことは間違いないよね。アメリカは、現在16機を供与したとされているハイマースを20機供与することを発表したほか、ロシア軍の S300 や S400 などの防空ミサイルシステムが発するレーダー波をキャッチして攻撃する、対レーダー用高速対副射源ミサイル AGM-88 ハイスピードアンティレイディエーションミサイルハームを供与することも決定したみたい。この AGM-88 ハームは空対地ミサイルであるんだけど、アメリカではウクライナ空軍のMiG-29戦闘機に搭載するという、前代未聞の説明があったよ。つまりアメリカのミサイルをロシア旧ソ連の戦闘機で運用するということになり、いかに自律的に敵のレーダー波を探知するため誘導が必要ないとはいえ、それをごく短い期間でMiG-29の火器管制装置によってハームを発射させることに、軍事専門家を驚かせているぜ。また、ドローンなども新たな製造が追いつかず欠乏気味とされているロシア軍に、イランがドローンもハゼル6とシャヘドシリーズを数百機引き渡すとの発表があったんだけど、それに対抗できる新兵器もアメリカから供与されることが明らかになっているね。その対ドローン兵器は、被写量依存モジュラーパレット式 ISR ロケット装置ヴァンパイアと呼ばれていて、コンパクトでピックアップトラックなどにも搭載することが可能で、小型ミサイルを発射してドローンを撃ち落とす対ドローンシステムとして、高額な対空ミサイルを使用せずともロシア軍のドローンを撃ち落とすことが可能とされているんだ。これら西側諸国の先進兵器供与が続く限り、ロシア軍が次第に劣勢になっていくであろうと指摘する声が徐々に大きくなっているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
クライナ軍の特殊作戦軍に新設されたと見られるアゾフハルキウと命名された部隊が、東部ハルキウ州のロシア国境に近いボーチャンシク地区バルバリウカ村においてロシア軍部隊を襲撃したようだね。これによってロシア軍兵士37人を殺害し、戦車や装甲車両を破壊したとして、7月13日にアゾフハルキウのシドレンコ指揮官と名乗る士官がテレグラムチャンネルで報告を上げたことが伝えられていたな。特殊部隊って精鋭の集団って感じでかっこいいよね。さて今回は、そんなウクライナの新しい特殊作戦軍部隊がハルキウ州で後方撹乱していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。このシドレンコ指揮官の発表によると、ロシア軍の戦車 T-72B3 を2両、兵員輸送装甲車 BMP2 を7両に兵員輸送に調達したと思われる乗用車3台を破壊して、周辺にいたロシア軍兵士37名を始末したとして、それらの敵車両を破壊した様子とされる動画を公開しているよ。この特殊作戦部隊が戦果を上げたとされるハルキウ州のボーチャンシク地区は、2月24日にロシア軍が国境を越えてウクライナ領に入った直後に制圧されていた地域で、現在もロシア軍の制圧下にあり、この特殊作戦軍部隊が潜入して破壊活動を行ったものとみられているんだ。また、先月制圧された東部のルハンシク州カジーユカにおいても、ロシア軍の弾薬庫が炎上したとして、ハイダイ知事がテレグラムにてその動画を公開しているんだ。この火災がウクライナ軍のミサイルや長射程の榴弾砲弾エクスカリバーなどの攻撃によるものでなければ、後方に潜入した特殊部隊による破壊工作によるものとみられ、いよいよウクライナ軍の組織が進展されて、反攻の体制が整いつつあるとの見方が出ているな。ウクライナ軍にはロシア侵略以前からウクライナ特殊作戦軍と称する特殊部隊が、2016年に首都キエフを司令部として編成されており、特殊作戦住民と心理戦を任務として、2019年4月時点で4000人の人員が所属しているよ。この特殊作戦軍の組織編成はキーウの司令部の下に指揮統制大隊が1大隊あり、特務連隊が2個連隊と、輸送航空旅団に混成飛行隊、小型双発多目的輸送機アント26、輸送ヘリミーに、同じくミー8訓練センター、特務センター、情報心理センター、海軍特殊作戦センターなどが設けられているよ。ハルキウ州で活躍した特殊作戦軍部隊はアゾフハルキウと名付けられているんだけど、その部隊は2022年5月末に結成されたと伝わっており、ウクライナ東南部にあるマリウポリのアゾフスターリ製鉄所のシェルターに立てこもり、ロシア軍に徹底抗戦してウクライナ軍が立ち直るために80日以上もの時間を稼いで、5月20日に弾薬などが尽きて降伏したアゾフ連隊との関連性は不明となっているね。マリウポリで降伏したアゾフ連隊は1000人ほどの兵が残っていただけでほぼ壊滅したとされ、その健闘に敬意を表するとして、その名は新たに結成された特殊作戦部隊の名称として使われたとも言われているな。最後の最後まで戦い抜いたウクライナ人の心に深く刻まれているよね。ウクライナ側が、前線のロシア軍の遥か後方である国境地帯におけるこの特殊作戦軍の戦果を報じているのは、前線のロシア軍部隊への補給を断つ目的の他に、ウクライナ国内で孤立することを恐れるロシア軍兵士の戦意喪失を狙ってのこととされているんだけど、その効果は大きいと見られているよ。ウクライナ軍は7月に入ってから、西側諸国から供与された 155mm 榴弾砲とその長射程誘導精密弾などや、高機動ロケット砲ハイマースや多連装ロケットシステム MLRSM270 など、ロシア軍の後方にある兵站を攻撃できる火砲やロケット砲などの運用訓練を終えつつあり、東部や南部の前線への配備を急いでいるんだ。ウクライナ軍は最近、ロシア軍からの奪還を目指す南部ヘルソン州などを中心にハイマースの運用を開始したとされ、ロシア軍の弾薬庫や修理施設を相次いで破壊し、ウクライナ国防省のモプジャニク報道官は、米国から供与されたハイマースによって、過去数週間に30カ所以上のロ軍の兵站施設の破壊に成功したと発表したことを明らかにしたとしてウクライナメディアが伝えているよ。またウクライナのレズニー国防相は15日に行われたイギリスの BBC のインタビューに応じ、イギリスから供与された多連装ロケットシステム M270 の前線への供与が開始されたことを明らかにして、アメリカのハイマースと合わせて使用することで、ロシア軍への攻撃を強化する構えを示したみたい。レズニコフ国防相によると、イギリスからの M270 はこれまでに3機がウクライナに到着しているとされ、今後続々とウクライナ国内に到着する予定らしいな。そして、レズニコフ国防相はこの15日に、これら M270 の写真を自身の SNS に投稿して、M270 は戦場においてハイマースの良い相棒になるであろうとした上で、これらの兵器によってウクライナに深く侵入して悪役の限りを尽くしているロシア軍を絶対に容赦しないと強調したんだ。
さらに国防省は、ウクライナ軍の損失のピークは5月時点が最も最多とされ、その後、北大西洋条約機構NATO から供与されたこれらロケット砲や榴弾砲などの兵器によって、これまでの戦況の構図が徐々に変化しつつあると述べたよ。今後のウクライナ軍の戦略は、ロシア軍の後方への攻撃が可能なこれらの兵器を前線に配備し、補給を困難にして奪還作戦を容易にする狙いとされ、すでにウクライナが反攻に出たと見られている南部のペルソン州の奪還はもちろんのこと、東部に集中しているロシア軍主力の攻撃力が大幅に低下しているとみて、再編したウクライナ軍の配置を進めているとの見方が出ているね。ハルキウ周辺の前線で、ロシア軍の激しい攻撃にさらされているウクライナ軍兵士へのインタビューなどによると、激しい攻撃を仕掛けるロシア軍が装備する武器に変化が見られるようになったというぜ。旧ソビエト連邦は第二次大戦が終わってからも大量の武器を製造していて、ロシアにはその在庫が未だに多数残っており、最近では新しい武器だけでなく1960年代から70年代の兵器を運用しているみたい。ロシア国内のベルゴロド付近から発射されるハルキウに向けて発射されるミサイルは、発射から1分半足らずでハルキウに飛来するんだけど、以前と比べて最近では新しいミサイルではなく、古いものが多いと見られ、重発が着弾して6割程度しか爆発せず、3割の砲弾が不発弾として残っているんだって。ロシアが持っている古いミサイルや弾薬の在庫は数知れず、それらによる砲撃が絶えないが、それらのうち3割もの砲弾が不発弾として森や畑などだけでなく、道路や街中にまで残ることで、もしロシア軍を撃退して平和が訪れたとしても子供や民間人が危険にさらされることを懸念しているようだな。ウクライナ側ではロシア軍による東部や南部だけでなく、他の地域の民間施設にロシア軍の巡航ミサイルなどが次々に着弾しているのが現状であり、ウクライナ国防省の報道官は7月15日に地元のテレビ局に対して、ロシア軍によるミサイル攻撃について語り、ロシア軍のミサイル攻撃の標的の約7割は民間施設などに意図的に向けられているとの認識を示しているね。ロシアのなりふり構わずウクライナ国土を破壊する攻撃を非難しているってことだね。ロシア軍による非軍事施設への無差別的な攻撃は、アメリカ国防総省やイギリス国防省などからも繰り返し指摘されており、この先、プーチン大統領の思惑に反してロシア軍の進撃が停滞し、東部ドンバス地方のドネツク州を制圧するどころか、一度は制圧したルハンシク州を奪還されるようなことがあれば、さらなるミサイルによる無差別攻撃を展開する可能性があるとして、不発弾の問題なども含めた懸念が一層強まっているってわけ。それじゃ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、イカについてだよ。イカって刺身でも干しても何しても美味しいよね。イカといえば佐賀の呼子ってところが有名らしいな。あ、この前テレビでも紹介されていたよ。そんなイカだけど、実は心臓が3つあるって知ってた？え、それほんと？ほぼ不死身じゃん。だから締める時に頭を刺すんだな。今日はそんなイカについて解説していくよ。それじゃ早速だけど心臓が3つある理由を解説していくね。イカは運動量は多く泳ぐスピードも速いんだ。え、なんだか僕が知っているイカはゆらゆら浮いているイメージだけどな。違うんだね。それが大きい個体になると時速 40km の速さで襲ぐことができるそうなんだ。そのため動き続けるには大量の酸素が必要となるよね。だからイカが活発に動き続けるために心臓が3つも備わっているってことなんだ。ちなみに、イカの心臓は1つがメインで、あとの2つは補助的な心臓らしいんだ。でも心臓3つもあるならどこにあるの ?1 つは真ん中で、あとの2つは左右のエラ付近に備わっているよ。そうだったんだね。イカは他にも面白い雑があるから簡単に解説していくよ。イカって何の仲間だと思う？え、いきなり言われたら全然わかんない。確かに何の仲間だろうな。実は貝の仲間なんだ。え、なんで貝なの？貝といえば硬い殻に守られているイメージがあるのに。それはね、大昔にイカには殻が繋がっていたそうなんだ。しかし、進化の過程で不要となり、早く泳げるように進化をした結果、今の姿になったそうだよ。つまり貝は遠い親戚みたいなものだな。まあそんなところだね。今日の動画はこれで終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。
クライナ国防省情報総局が2022年8月17日に SNS に投稿したコメントによると、2014年にロシアに一方的に併合された南部のクリミア半島の航空基地から、航空機を少なくとも戦闘機24機、ヘリコプター14機などロシア本土に移動したとしているね。投稿ではその理由として、9日に発生したクリミア半島西部の先海軍航空隊基地での爆発において、少なくとも9機を損失したことを受けた処置とみられるとしているな。このことによって、ロシア側が当初事故とされていた爆発が、ウクライナ側からの何らかの攻撃であったことが明らかになったとの見方が広がっているってわけだね。そうだね。さて今回は、ロシア軍にクリミア半島から航空機撤収の動きがあることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。基地内の死傷者数などは公表されていないんだけど、通信アプリであるテレグラム上ではロシア軍人が24人死亡したとの説が流れているほか、ウクライナ側からはゲラシチェンコ内相顧問が12日に、衛星画像と自国の情報データに基づいて行った分析の結果として、この爆発によって先航空基地のロシア軍パイロットと技術者など60人が死亡し、100人が負傷したとしているよ。この先基地の爆発については、ロシアがクリミア半島に設立させたクリミア共和国のセルゲイ・アクショーノフ首長が、先基地の近くにある集合住宅が62棟破壊され、商業施設20棟と数十棟の民家も大きな被害を受け、数十台の自家用車が破壊されたとテレグラムに投稿して、この爆発によって1人が死亡、子供を含む9人が負傷したとしているが、その裏付けとなる画像などは発表されていないみたい。クリミア半島では、16日にも北部ジェンコイ地区のメイスコエ村に設置されていた弾薬庫で爆発が発生したほか、近隣の変電所などでも火災が発生しているなどして、これらについてはロシア国防省がウクライナの破壊工作が原因としているんだ。メイスコエ村の弾薬庫の爆発についてもクリミア共和国のアクショーノフ首長が、弾薬庫が爆発してために民間人2人が負傷したとした上で、弾薬庫から 5km 以内の住民およそ2000人を避難させたとしてテレグラムに投稿していたよ。クリミア半島の先住民族であるタタール人組織クリミアタタールの指導者レファト・チュバロフ氏は Facebook 上で、弾薬庫の爆発についてかなり遠くまで聞こえるほどの大きい音がしたと述べて、これら一連の爆発は高い精度の誘導爆撃によるものであると指摘していたんだ。また、18日にもセバストポリ軍港の北にあるベルベク基地付近で爆発音が4回発生し、ロケット弾が映っている映像が、ウクライナのマスコミのニュースサイトに投稿されたと報じられているんだけど、これについては、セバストポリのミハイル・ラズボザエフ知事が、ロシアの対空システムがウクライナの無人機を撃墜したとした上で、被害はなく、負傷者も出ていないと述べているんだって。ウクライナ側ではこれらの爆発に関して、ウクライナ軍の攻撃によるものではないとしつつも、特殊部隊の破壊工作や地元住民によるパルチザンなどをほのめかす発言が見られ、ポドリャク大統領府長官顧問は、11日にベラルーシでも発生した軍用飛行場での爆発の後に、自身のツイッターにおいてクリミアとベラルーシの軍用飛行場で発生した事故を、ロシア軍は警告と捉えるべきだとして、ウクライナから軍服を脱いでされとのコメントを発しているみたい。ほぼほぼウクライナが絡んでいると見て良さそうだね。また、16日にはイェルマーク大統領府長官がウクライナ軍による洗練されたロシア軍の非武装化作戦は、ウクライナ全土を奪還するまで続くとのメッセージを通信アプリに投稿したよ。そして、ゼレンスキー大統領はビデオ演説で占領者の兵站、弾薬、軍事などの装備や式場を破壊することで、我が国民の生命を救うのだと語って、ロシア軍の後方での補給路の遮断なども含めて、それらへの攻撃がウクライナを勝利に導くものであるとしたんだ。このところクリミア半島のロシア軍施設をめぐって派、ウクライナ軍による攻撃あるいは破壊工作と見尽くされている爆発や火災がりつて続き家に発生しているが、セバストポリを母港としているロシア海軍の黒海艦隊は、機関であったスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを失い、その他にも揚陸艦などの損失を受けて以来鳴りを潜めているが、17日にロシア通信 RIA が黒海艦隊の新しい司令官にビクトル・ソロコフ中将が就任したことを伝えているぜ。イーゴリ・オシポフ前司令官は機関モスクワを失った責任を追及されて解任されたと見られているんだけど、この情報が真実であるとしたら、ロシア軍にとって2月24日のウクライナ侵略開始後では最も高位の軍幹部が更迭されたことになるね。ウクライナ軍はここ数週間というもの、戦略的に重要な地域やヘルソン市と、その近郊を占領しているロシア軍の補給線を、高機動ロケット砲システムハイマースなどを用いて組織的に遮断する戦術をとっているよ。これらの最新鋭兵器を西側諸国から供与されているウクライナ軍ではあるんだけど、
兵員数や戦車数でロシア軍に大きく劣勢であるウクライナ軍は、南部でドニプロ川ドニエプル川西岸にあるヘルソン州の州都ヘルソン市に迫ろうとしているものの、奪還するための大規模な攻撃を仕掛けてはおらず、現時点ではハイマースや同じ G マース誘導型多連装ロケット発射システムである M207 などによる補給路の遮断や、装備弾薬燃料などの兵站集積地及び司令部、兵舎などへの攻撃を実施してロシア軍を消耗させる作戦を展開しているみたい。補給路の遮断は有効な戦略だもんね。ゼレンスキー大統領やその他の政府高官の発言などから、南部ヘルソン州、ザポリージャ州の奪還のための反攻準備は進めているとされているものの、反攻を仕掛けて撃退されるようなことがあれば、兵力の少ないウクライナ軍では戦力の再編成が難しいために、確実にロシア軍を圧倒して奪還できるとの確信を持てるまでは、これまで通りにロシア軍の消耗を強いてドニプロ川の東に退却させる方針を継続するものとみられているな。ロシア軍による侵略が始まってから6ヶ月近くが過ぎ、首都キーウ攻略に失敗したロシア軍はウクライナ東部ドンバス地方の完全制圧を目指していたんだけど、その動きは遅々として制圧が遅れているよ。その一方で、南部ヘルソン州でウクライナ軍の圧力が強まったことによって、ロシアは停滞している東部戦線から部隊を割いて南部戦線へ移動させることを余儀なくされたことで、東部ドンバス地方の制圧にさらに時間がかかるだけでなく、東部において圧迫されていたウクライナ軍に一息つかせて、体制を整える暇を与えてしまっているんだ。現在進行中のドニプロ川西岸に展開しているロシア軍を東岸に展開している部隊と分断する戦略は、奪還のための攻撃との意味合いよりは、ウクライナを占領している部隊を消耗させるとの意味が強いとするなら、この戦争が今後、数週間もしくは数ヶ月にも及ぶ長期的なものとなる可能性が懸念されるね。ウクライナのアレストビッチ大統領府長官顧問は10日、ウクライナメディアのインタビューにおいて、ロシア軍の出方によっては、ウクライナ軍がヘルソン市を含むドニプロ川西岸一帯を数ヶ月以内に奪還する可能性はあるが、積極的に反攻を仕掛けてより早くヘルソン市奪還が実現する公算は小さいと述べていて、ゼレンスキー大統領が掲げているウクライナの領土の完全な解放を達成するためには、この国土防衛戦争が少なくとも2022年の年末まで続くか、最悪の場合は2023年も継続される可能性は高いと見られているよ。その間、西側諸国からの制裁を受けているロシアが疲弊して撤退するか、あるいはアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国が、経済悪化に根を上げてウクライナを見捨てるか、根比べが続くとする見方が出始めているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
長江は言わずと知れた中国一の大河洋子港のことだな。5000年と称される中国史の中では幾度となく、この流域で戦いが起こり、覇権をめぐった争いが展開されてきたよね。もちろん、洋子港はそれだけではないんだ。有名な史跡と合わせて観光地も数多く存在し、中国にとっては外貨を稼ぐ手段の一つともなっていると思われるよ。日本人にも大人気の三国志だが、その中で最も有名な戦いは赤壁の戦いだよな。この戦いの舞台である赤壁も長江沿いにあったんだぜ。この戦いを題材にして2008年と2009年の2年にわたり公開されたレッドクリフという映画は大ヒット作となったよね。恋愛の色濃い映画だったけど、100億円を超える興行収入があったみたいだし。その洋子港河口にアメリカの駆逐艦が接近という事実は中国にどれほどの衝撃を与えたことだろうな。尖閣諸島や台湾など、中国の視線は海洋に向けられているようだけど、実は陸も油断大敵なんだ。背後にいるロシアという北方の巨人を忘れてはいけないんだけど、ひとまず今はロシアのことは割愛するね。さて今回は、アメリカの駆逐艦が長江河口に接近したことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。アメリカ駆逐艦長江に接近のニュースソースは韓国の新聞だったんだ。韓国中央日報の記事には2021年4月3日、北京大学慶応研究所主管のシンクタンク南海戦略体制監視計画 SCCPI が、アメリカ海軍第7艦隊所属のアーレイバーク級駆逐艦マスケン DDG89 の航跡図を分析、公開し、長江河口付近に接近して武力示威を行ったと報道したよ。SCCPI の調べによると、このマスケン駆逐艦は横須賀を3月27日出港後、東シナ海に入り、上海東の沖合 250km で南下し、長江河口にある集山群島の東側 50km の近距離まで接近した後、通過していったということみたい。実はこの日、アモイでは中国と韓国の外相会談が開かれていて、内容はもろちん不明だけど、おそらく、北朝鮮問題などについて話し合いが行われたと見られているよ。アメリカ海軍の動きの目的だけど、アメリカと韓国の同盟関係にひびを入れようとしている昨今の中国の動きを牽制すると同時に、中国の恫喝にビビった韓国が相手の手に乗らないようにという意味もあったのではないかと推測されているね。アメリカの動きに中国は素早く対応しており、同日、空母遼寧を含む6隻の艦隊を沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡を通過させて、西太平洋に進出させたんだ。この辺りの機動力の速さはすごいと思わざるを得ないよね。この中国艦隊の中で注目すべき艦が055型連配級ミサイル駆逐艦南昌だよ。南昌が2021年3月対馬海峡から日本海に入ったのは海上自衛隊が確認していて、この時、初めてその存在が認知されたと言われているんだ。日本は駆逐艦と呼んでいるけど、アメリカでは巡洋艦と呼んでいるみたい。日本とアメリカで呼称が違うんだけど、満載排水量を他の艦と比べた場合、巡洋艦と呼んでも良いのではと思うよ。この連配型巡洋艦はステルス性の高い艦で、2種類のアクティブフェイズドアレイアンテナ、定期探知レーダーなどを採用していて、そのおかげで高度な情報分析ができる艦として、西側諸国では中国海軍のイージス艦として認知しているんだって。中国海軍は今後、空母と連配型巡洋艦とを組み合わせて艦隊を編成し、アメリカ海軍でいうところの空母打撃群として運用していくのだろうと予想されているな。アメリカの動きだけど、4月4日、空母セオドア・ルーズベルトを擁した第9空母打撃群がマラッカ海峡から南シナ海に進出し、マレーシア空軍との合同訓練を行ったよ。中国に負けじとばかり、アメリカもそれなりの活動を展開しているというわけだね。セオドア・ルーズベルトが今年南シナ海に入ったのは2回目で、アメリカ海軍は定期的作戦行動と言っているんだけど、遼寧を擁する中国艦隊の動きに合わせて行動したと考える人が多いみたい。4月7日には中国軍機15機が台湾の防空識別圏 ADIZ に侵入したんだけど、同時にアメリカ海軍が第7艦隊のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦ジョン・S・マケインに台湾海峡を通過させているから、台湾周辺から南シナ海にかけてはアメリカと中国が対峙している。まさに一触即発の状況が継続中と言ってもおかしくないだろうね。ここ数年、中国は異常なまでに軍事的な海洋進出を図っていて、この動きについては日本、アメリカ、周辺のアジア諸国だけではなく遠いヨーロッパ諸国も関心を示しているようだな。事実、フランスはフリゲートや原子力潜水艦を南シナ海で航行させており、その他にもドイツ海軍がフリゲート艦を派遣しているし、イギリス海軍は最新鋭空母クイーンエリザベスを含む空母打撃群を派遣して日本に寄港させると発表しているぜ。
つまり多くの国が協力しながら中国を牽制する動きが少しずつ出てきているんだね。上記のフランス、ドイツ、イギリスの3国だけど、2020年9月、国連に中国が南シナ海に管轄権があると主張している。九段線は国連海洋法条約アンクロスに違反しているという公情書を提出しているよ。だからこそ中国の主張に反対の立場を鮮明に表示するために軍艦を派遣しているんだろうね。九段線は70年以上も前に中国と当時の台湾中華民国との間で南シナ海上に勝手に引いた線で、当時の自分の国の権益を守るための線だから、現在では無意味ってわけ。このように、いわば自分への包囲網が作られつつある状況なんだが、それで降参する中国ではないんだよな。それでこそ、中国って感じだよね。しかし、はっきりしていることがあって、それは台湾にせよ、日本の尖閣諸島にせよ海戦主導権を握っているのは中国側だということなんだ。特に台湾については、アメリカのインド太平洋軍司令官に信任したジョン・アキリーの海軍大将の発言が注目を集めていて、彼は多くの人が中国が台湾に侵攻する脅威を感じているが、事態は予想以上に深刻で切迫していると言っているよ。つまり、中国による台湾侵攻は喫緊の課題であるがゆえに、アメリカが東アジア地域の防衛力強化のために提案している約2兆9000億円にも上る計画を、急いで実施しなければならないと強く主張したってわけだな。中国の台湾侵攻を見逃してしまうと、台湾近海を経由している物流が滞ってアメリカの貿易に影響が出る恐れがあるぜ。同時に日本、韓国などアジアのアメリカ同盟諸国から寄せられている信頼が大きく損なわれてしまうことを強く心配しているとも述べただ。インド太平洋軍の新司令官が前述のように述べたことに関して、日本政府はその重みを真剣に考えるべきだろうね。台湾をめぐってアメリカと中国が軍事衝突した場合、日本にとっては決して対岸の火事ではないもんね。沖縄に代表される在日米軍の基地防衛、多くの資源を輸入に頼っている日本には重要な影響があるシーレーン防衛など、自衛隊の担う部分が拡大する可能性があって、万が一シーレーン防衛のために警戒中のアメリカ海軍艦船が攻撃を受けたなら、支援するために自衛隊は武力を行使しても良いのかなど、あらゆるパターンを想定しながら、集団的自衛権による武力行使が可能なのかどうか、検討することが急務と考えられるよ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、簡単に小顔にする方法を教えるよ。それはぜひ知りたい情報だね。なんたって小顔になってモテたいからな。君にもそんな欲求があったんだね。当たり前だろう。誰でも毎日10分でできるからぜひ最後まで見ていってね。まず使うものだけど輪ゴムを使うんだ。え、輪ゴムってあの輪ゴムなの？そうだよ。輪ゴムを使うだけでお手軽に小顔効果があるんだ。それじゃやり方を教えるね。まず、輪ゴムを自分の耳のサイズに調整し、少し締め付けられるサイズにするんだ。そして、その輪ゴムを耳にかけて10分間放置するだけだよ。え、それだけなの？簡単すぎてちょっと信じれないよな。それなら説明するよ。顔がむくむのは余分な水分が肌に溜まっているという理由以外に、顔の褐色筋の一つである抗菌が緊張してくると硬くなって縮み、抗菌がついている骨が正しい位置から外れて顔が大きく見えるんだ。そこではゴムで耳元の筋肉を刺激することで抗菌が緩み、引っ張られた骨が元の位置に戻るため小顔になるということだよ。なるほど。骨を戻すために輪ゴムが最適ってことなんだね。そういうことだね。さらに、耳に輪ゴムをかけると肩こり解消の効果もあるんだ。耳は両手両足までつながる筋肉のスタート地点で、そのため、輪ゴムで耳元の血流をせき止め、解放すると血液とリンパ液の巡りが良くなり肩のこりや痛みが和らぐそうなんだ。小顔にもなって肩こりも取れるなんて一石二鳥じゃないか。そうなんだよ。普通に生活しているだけで抗菌は硬くなるため、毎朝10分程度行うとより効果があるんだ。つまり、この動画がちょうど10分だから、動画を見ながら小顔にもできて、肩こりも取れるから、一石二鳥どころか一石三鳥だよ。なんて素晴らしい雑学なんだ。みんなもこの動画を毎日見ながら小顔効果試してみてくれよな。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。
界ではコロナ対策が急務となり、パンデミックから数年経った今も、その脅威にさらされているよね。コロナの影響で、アメリカの原子力空母が運用停止状態となったし、潜水艦での感染も出てきているもんね。水の中では臨機応変に対応、完全防備の潜水艦だが、それゆえにこのパンデミックの大打撃を受けることになったんだろうな。そうだね。さて今回は、中国対台湾についてとオーストラリアの潜水艦計画について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さて、潜水艦をはじめとする密閉空間では、ウイルスだけではなく、インフルエンザなど感染症にも気を使っている状況なんだ。コロナだけではなく、それ以外の病気ですら気をつけなければいけない密閉空間、ストレスもたまりそうだね。ちなみに、潜水艦での生活空間は別途1畳だけのプライベート空間があるだけというかなり簡素で、それも、雑魚のような寝転がるだけ。そんな場所に、何人もの海事隊員が生活しており、個人のスペースがないのはもちろん、仕切りなどもないため、もし、このような狭い空間で一人でも何かしらの病気を発症してしまったら、潜水艦での広がりは一気に拡大するのは目に見えているぜ。それにしても、中国は人だけは大勢いるので、どんなに感染対策を行ったとしても、どのような状況かでも関係ないだろうね。現在、アメリカの原子力空母が機能停止状態で、台湾海峡から仕掛けてきているということもあり、軍事防衛が一番の優先順位だろうし、感染対策は二の次になっているのが現状だよ。中国が、台湾をどう防衛できるのかも気がかりとなるよね。台湾は、中国南東部沿岸からおよそ160キロ離れた場所に位置していて、いわゆる第一列島線にあるため、アメリカの外交政策にとっては重要な友好地域が含まれるんだ。中国が台湾にこだわる理由は、もっと力をつけるためという、この一言に尽きるだろうな。というのも、中国が台湾を統一すれば、西太平洋地域でより自由に力を誇示できるようになるから。さらに、グアムやハワイなど、中国から遠い場所にある米軍基地さえも、脅かす可能性が生まれてくるぜ。しかし、そもそも中国と台湾は別の国であることも事実で、それは、かつて清が中国を支配し始めた17世紀にまで遡るんだけど、この時、台湾が完全な支配下に置かれたというね。その後、中国は日清戦争に敗れ、そのタイミングで台湾は日本の領土となったんだ。そして、1945年に日本が第二次世界大戦に敗れると、台湾は再び中国のものになってしまったってわけ。中国大陸では、この頃多数の内戦が勃発していて、中国は台湾についてこう話しているよ。台湾はもともと中国の省だった歴史がある。しかし、台湾人は同じ歴史を根拠に、これまで中国の一部だったことはない、と主張しているんだ。中国における台湾防衛は、こういった歴史的背景も関係しているのかもしれないね。そんな中国といえば、あの初建造の強襲揚陸艦が火事となり、最悪のシナリオとなっている初の強襲揚陸艦でストーブル機でも運用するのか、甚だ疑問だよね。火事といえば、オーストラリアの潜水艦計画ももう白紙か、そこまでではないのかもしれないけど、進んでいないことが分かったのも衝撃的だったね。では、そんなオーストラリアで建造するはずのアタック級潜水艦の話をしていくよ。2019年7月、フランスでは新型の潜水艦であるシュフラン級原子力潜水艦が進水式を迎え、同艦をベースに通常動力型に換装する予定のオーストラリアのアタック級潜水艦にもようやく進展が見られそうだったんだ。それでも、当初のスケジュールよりも遅れが生じているこのアタック級潜水艦計画は、合計で12隻の建造が予定されているとはいうものの、今や1隻5000億円を超える費用となっており実現が危ぶまれているよ。すでに、2016年にオーストラリアが、このフランス案を正式に決定するまでの過程において、日本の武器輸出のハードルが下がった時期とも合致したため、初の武器輸出になるかと注目を浴びてた案件でもあるんだ。今でも一部に日本の逆転採用かと喧伝する報道もあるが、現実的にはもはやその可能性はほとんどないと言えそうで、武器輸出の経験値に勝る他国と日本とでは競争にならないのが実情だろうな。海上自衛隊の主力兵器である潜水艦は、このオーストラリアへの提案にも上がった総有型がこのところ毎年1隻ずつのペースで建造されていて、次の型の3000トン級もすでに寄港されているよ。そうした意味からも、無理にオーストラリアに潜水艦を売買する必要性は低かったとも思われ、果たして日本に決定していたら今頃どうなっていたのかとむしろそちらの方を思うと冷や汗ものだったのではと感じるよね。そもそもフランスは押しも押されもせぬ武器輸出大国であり、NATO の主要な加盟国でありながらも、伝統的に独自の兵器生産を維持していて、エジプトをはじめインドなどにも多数の輸出実績を持っているぜ。
特に、アメリカと一線を引いた独自路線は相変わらずで、ラファールなどの戦闘機はそうしたニーズに応えた形でアメリカからの輸入が困難だったり、高額だったりとされている国に導入されているんだよな。武器輸出という事象の人道的な観点からの否定ではなく、これをビジネスとして割り切って行うフランスと対峙して、潜水艦を売買するような立ち回りは、そもそも気が弱く真面目気質な今の日本には無理だったのだろうと思えるぜ。ただ反面、このオーストラリアのアタック級潜水艦計画でなくとも明らかなことだけど、必要と思われる兵器が自国で生産できないのであれば、必然的に売ってくれる国から購入するしかなくなってしまうよね。日本の場合、潜水艦や護衛艦などの艦艇はまだ自国で建造しているものの、次期戦闘機開発計画は存在しているとはいえ、戦闘機の分野ではもはや自国製造は厳しいのではないかと感じられるんだ。すでに護衛艦の兵装などを含めると、そのほとんどを日本はアメリカに依存している状態であり、オーストラリアの現状を見て他人事だととやり過ごすことはできないんじゃないかな。このあたりは、日本が長い間核兵器廃絶条約を批准しないことなども関係しているのかもしれないね。アメリカの核の傘に入っていない日本にとって、自分を守ってくれている国を裏切るのは、それこそ日本人に合っていないのかもしれないし。さて、オーストラリアのアタック級潜水艦計画が本当にフランス案をキャンセルするのかどうかは不明と言えるんだけど、仮にキャンセルした場合の選択肢はドイツからの輸入しかないのではないかな。折しも2020年4月にはインドネシアが韓国からの潜水艦の調達計画を中止して、トルコからの調達に切り替えるのではないかというニュースも伝えられていたしね。興味深いのは、ここでトルコが用意する潜水艦も、もともと韓国と契約を交わしていた潜水艦も、大元は両者ともドイツの潜水艦にたどり着くという可能性が含まれていること。トルコは韓国と異なり、燃料電池式の非対機依存型機関を搭載した潜水艦を他国へ輸出用途で生産することも認められており、このライセンス生産分にインドネシアが傾いている様子だよ。もしこれが現実となれば、インドネシアの行為が国際的な審議上から非難を受けることは間違いないようだが、相手国が韓国ということもあり、ある意味日本などでは多めに見られる傾向が強いようだな。インドネシアは、まるで小さなインドかのように、西側からも東側からも各種の兵器を購入しているんだけど、将来的にはこのままの路線で大丈夫かと少なからぬ危うさも感じてしまうよ。そんなインドネシアにはインドネシア国軍というものがいて、正規軍は総兵力39よろず5500人、陸軍海軍空軍の3種軍から成り立っているんだ。2021年には、民間人による予備部隊コムカットが発足したということもあり、直近軍事力をパワーアップさせようとする動きがあるのがわかるね。インドネシアは東南アジアに広がる、世界第4位の人口が散在して生活していて、国土と領海排他的経済水域及びその上空の防衛負担が大きいことから、アメリカや日本をはじめ発展途上国の力を借りなければならない状況なのかも。いくつもの宗教があることから、いくつかの民族紛争を抱えているため、国内治安維持も国軍の重大な任務の一つと言えるだろうな。今後は、国内の抑制だけではなく外交もしっかりと行う必要がありそうだね。足元を見られやすい立場にいるからこそ、相手諸国に良いように使われるということがないようにしてほしいものだな。オーストラリアほどではないにせよ、新しい潜水艦を欲しがる国は、その調達に少なからずドイツの影が見え隠れしているようにも思えるんだけど、実のところどうなんだろうね。フランスとドイツは、かつての複数回のわたって直接の戦争相手となった過去があるにもかかわらず、新型の戦闘機や戦車の開発においては利害関係が一致し、共同開発プロジェクトを推進しているよ。こうした中でオーストラリアがフランスとの契約を取りやめてドイツに乗り換えることがあるとすれば、フランスとドイツの関係性に与える影響がどうなるのか、そちらも気になる部分だと言えそうだね。オーストラリアのアタック級潜水艦計画が本当に通常動力型潜水艦として収益するのか、ちょっと常識の範囲を超えている調達価格に費用対効果も含めて改めて注目すべき時期なのかも。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
2022年8月24日の AP 通信が伝えるところによると、ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州の州都ドネツクにおいて、新ロシア派武装勢力の拠点がウクライナの砲撃によると思われる攻撃を受け、4人死亡10人以上が負傷したとしてロシア当局が明らかにしたとしているよ。攻撃を受けた建物には、ロシアによるウクライナ侵略に乗じて、一方的に独立を宣言したドネツク人民共和国の行政府が入っていて、その周辺の建物やホテルなどにも被害が生じているというぜ。でもこれもロシアのプロパガンダの可能性も拭えんないんでしょ。そういうこと。さて今回は、ウクライナ東部のドネツク人民共和国の行政府への攻撃について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア国営テレビではドネツク人民共和国のデニス・プシーリン首長が、西側諸国はドネツクの住宅地域を意図的に破壊することに関与していると述べて、西側を非難する声明を発したことを伝え、砲撃を受けた建物とされる映像を流しているんだけど、これを報じた AP 通信では、この映像に関しては撮影日時と撮影場所及び撮影の状況などを確認できていないとしているよ。また、現地で報道されたニュースでは、現場周辺からアメリカがウクライナに供与している、高機動ロケット砲システムハイマースで使用するロケット弾の破片が発見されたとしているんだけど、その証拠となる画像や映像は公開されておらず、これについても信憑性が疑われているみたい。これらのことから、このドネツク人民共和国行政府が破壊されたことが真実だとすれば、ウクライナ軍による砲撃やロケット弾攻撃ではなく、新ロシア派に反対するドネツク市住民によるパルチザン化、あるいはウクライナ軍の特殊作戦軍による破壊工作の可能性が高いとする見方もあるぜ。このところ、クリミア半島を中心とするロシア軍の施設などにおいて、ウクライナの特殊部隊やパルチザンが疑われる爆発が頻繁に発生していて、ロシア軍の進撃が停滞気味となっていることに反比例するかのように、南部ヘルソン州で反攻に転じる様相を見せるなどウクライナ軍の動きが活発となっているんだ。ウクライナも隙を見せない戦略を取り続けているってわけだね。さらには要人を狙った爆破が相次いでいて、8月24日には、ロシアがヘルソン州と共に併合を目指している、ザポリージャ州の新ロシア派武装勢力の当局者とされる人物が乗る車が爆破され、当局者が死亡する事件があったみたい。また、モスクワではロシアの思想家で、プーチン大統領に近いとされ、側近とも噂されていることで知られるアレクサンドル・ブーギン氏の娘ダリア氏が、8月20日モスクワ郊外を運転中、自家用車に仕掛けられた爆弾によって爆死亡した事件では、ロシアの元議員で反体制派として知られるイリア・ポノマリョフ氏が、国民共和軍 NRA という反プーチン勢力が犯行声明を出したと明かしたよ。すごく過激だね。家族にまで手にかけるなんて。その後 NRA は犯行声明を出し、この先ロシア国内のパルチザンは政府関係者や治安機関のメンバーなど、クレムリンに深く関連する標的機関の要員に対し、さらに同様の攻撃を行う準備ができていると述べていて、爆死したダリア氏についても、父親がプーチン大統領によるウクライナ侵略を支持していて、父親と同じく侵略を支持する言動を繰り返していることから、彼女もまた一般の民間人とはみなしておらず、暗殺の対象であったことを示唆しているみたい。これに対してロシア当局は、犯人としてウクライナ女性を特定し、この女性がアゾフ連隊のメンバーであるとして、ウクライナが関与した犯行だと断定しているんだけど、ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問は、ウクライナが陰で糸を引いているとするロシア側の主張はプロパガンダであるとして関与を否定し、事件はロシアの情報機関内部の対立によって発生したものであろうとの考えを示したよ。現状に反発するロシア人もいるだろうからね。内部分裂の線が濃厚だと思うな。だが、ウクライナ側が犯行に関わっていないとも言い切れないよな。ロシアではダリア氏の追悼式にプーチン大統領が出席し、卑劣で残酷な犯罪だと非難し、ダリアさんに勇敢勲章を授与するなど哀悼の意を表し、ロシアでは評論家やメディアの間で直ちに報復すべしとの論調が高まっているみたい。ウクライナの国家安全保障国防会議 NSDC のオレクシー・ダニロー書記は、我々はこのようなやり方はしないと述べ、ウクライナは爆発とは無関係だとした上で、この犯行は FSB ロシア連邦保安庁の偽旗作戦であるとの指摘をウクライナのテレビ局のインタビューで語っているんだ。また、インターネット上でもロシアのお家芸とも言われている自作自演の偽旗作戦の可能性があるとの指摘が出ていて、これらの要人の爆殺をウクライナが関与する犯行であることを主張し、それを理由にロシア軍に対してこれまで以上の残虐行為を指示して、ウクライナ国民の戦意をそぐことへの免罪符として利用しようとしているのではないかとの見方があるんだって。
つまりドネツク人民共和国行政府とされる建物が攻撃されたことで、ロシア軍がそれに報復することで、ウクライナ侵略の大義名分として来た新ロシア派に対する虐待からの解放という図式を改めて主張することができるから、ということか。そしてドネツク人民共和国側にはゼレンスキー政権を非難させずに、西側諸国が裏で糸を引いて、ゼレンスキー政権に住宅攻撃を命じていると言わせることで、ロシア軍はそれを救うためにウクライナに侵攻したとして、敵はウクライナではなくアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO であるとの構図を、明確にしようとしているのではないだろうかとの見方ってわけ。つまりロシア側は、膠着状態から次第に不利に傾きかけている戦況打開のため、不足している兵士を動員する布石として、プーチン大統領がこれまでウクライナ侵略の理由としてきたウクライナのナチ化を煽る西側諸国とその片棒を担ぐゼレンスキー政権の迫害から、善良な親ロシア派ウクライナ人を守るための特別軍事行動であるとの主張を改めてロシア国内に強調するため、偽旗作戦を実施したというものかも。また、ウクライナ軍はアメリカから供与されたハイマースから発射可能な、射程距離 90km の誘導型マース G-MARS と呼ばれる精密誘導ロケット弾である M30A1 もしくは M31 を用いて、ロシア軍後方の兵站集積地や施設を攻撃し、補給路を遮断しているんだけど、その他に多数の前線司令部にも精密ロケット砲撃を実施して殲滅しているとされ、ロシア軍の指揮系統に深刻な乱れが生じているとされているよ。さらにウクライナ軍はロシア正規軍の他に、ロシアから資金などの支援を受けた準軍事組織であるロシアの民間軍事会社ワグネルの司令部にも、ハイマースを使ったとみられる攻撃を実施していて、8月14日に東部ドンバス地方のルハンシク州においてロシア軍占領下にある、ポパスナに設営されているワグネルの基地を破壊したことを明らかにしているんだ。しかし、ウクライナ軍はこれまで、新ロシア派武装勢力と戦闘はしつつも拠点を攻撃することはなかったよね。その理由として考えられるのは、新ロシア派とはいえ同じウクライナ人であることの他に、先にも述べたように彼らを積極的に攻撃することで、ロシア軍に救済と解放という侵略の大義名分を与えることになりかねないからってわけだな。偽旗作戦とは相手の攻撃をでっち上げて、それへの反撃として一方的に先制攻撃を行うやり方で、戦争のための大義名分がないなら、自らそれを作り上げることだね。かつて旧日本陸軍は、中国侵略のための大義名分を得るために、南満州鉄道の線路を爆破して中国の仕業に見せかけた友情孤児事件を、でっち上げてそれを口実に日中戦争を起こしたんだけど、このような古典的な手口を現在でもロシアは懲りずにお箱のように行っているってわけ。このような偽旗作戦はことを起こす前に必要なのであり、すでに侵略を始めたウクライナでの戦争においては今更必要なものではないんだけど、戦況を一転させようと、これまでと違った戦術を展開する際には、偽旗作戦によって新たな大義名分を得ようとすることは十分に考えられるかもね。ウクライナと西側諸国はこの先、ロシア軍が化学兵器や生物兵器、あるいは核兵器を使用する可能性を忘れないように注意すべきだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
ついに、XF-1 プロトタイプエンジンの存在が世界に知られることになったよね。長い間、悲願だった純国産ジェットエンジン XF-91IHI 社製が完成し、カタログが示しているスペックはかなり高い推力を示しているぜ。念願の国産ジェットエンジンだね。さすが日本の技術力ってところかな？そうだね。さて今回は、XF-1 プロトタイプについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。このエンジンが次期 F3 戦闘機に採用されるかどうかもまだ不明なんだけど、ある国が非常に気にかけているらしいという噂が入ってきたんだ。2018年平成30年 F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され、予算化までこぎつけたんだけど、早いというより、むしろ遅かったという感じがしている人もいるんじゃないかな。これからの第6世代戦闘機は様々な形があるようだけど、現在活躍している F35 戦闘機以上、はるかに優れた性能と戦闘機には、もはや必須条件のステルス性の双方を兼ね備えたものでなければ意味がないだろうね。さて、この新型は、双発エンジンになると考えられているんだ。双発エンジンって？双発エンジンというのは、左右の主翼にエンジンを1機ずつ設置したもので、現在の F35 戦闘機は片方に1機乗せた単発エンジンとなっているよ。この双発エンジンも、2タイプは製造しておくと、将来的には護衛艦出雲や加賀の甲板上での運用も可能になると思われているんだけど、そうは言っても、どこまで計画が進むかはまだまだわからない状態だね。ここに来て、今さら F22 戦闘機にハイクオリティなどは不要だし、目指すのは最新鋭のその先を目標にして開発されることになるんだ。いよいよ、日本の悲願の国産戦闘機の登場になるのかな？この戦闘機計画は、エンジン部分が非常に重要なポイントとなっているよ。ここの選択を間違うだけで日本の損失は計り知れないものとなり、ひいては周辺国への防衛力が低下することにもつながっちゃうから。しかし、さすがの日本で、高性能なジェットエンジンを開発しているぜ。自画自賛になっちゃうけど、仕方ないよね。日本人が誇れる技術力だもん。それじゃあその注目のエンジンについて紹介していくよ。2018年6月、日本の航空軍事市場においてエポックメイキングとも言える出来事があったんだ。プロトタイプの1機だけなんだけど、ジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されていて、これは大きく話題となっているね。このジェットエンジンが XF-91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンで、しかも、現在の国際的スタンダードで比較しても、他国製品に全く引けを取らない高い性能を持った画期的なエンジンと言えるんじゃないかな。今回、防衛装備庁に納入された XF-91 エンジンはアフターバーナーを使用した場合の推力は15トン超えで、F-22 ラプター戦闘機の F-119 エンジンが同じ状況では 15.9 キロだから、これは全然遜色のない数値と言えると思うよ。ちなみに、F-35 ライトニング2戦闘機だけど、F-135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとなっているぜ。数字を見れば XF-91 エンジンのそれを上回ってはいるんだけど、これはプロトタイプだから、そう考えると今後の性能向上も十分期待できると思われるよ。アフターバーナーについても見ていこうか。エンジンから排気ガスが放出されますが、これに直接燃料を噴霧して、もっと燃焼させることによって推進力を高めるシステムのことを、アフターバーナーと言うんだ。XF-91 エンジンの場合は、アフターバーナーがなくても11トンの推力が記録されているぜ。XF-91 エンジンが注目を集めた理由だけど、従来はこのような一線級の性能を獲得するのは難しかった国産エンジンの分野において、世界に通用する性能を実証できたということが原因と推測されているよ。実は、現在収益中の航空自衛隊 F2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると決定した時に、その大きな理由の一つが戦闘機に搭載するエンジンを自国で開発ができないためということを考えるとまさしく快挙と言えるだろうな。ざっくり言うと、戦闘機の重要部分であるエンジンが日本で作れないから、戦闘機自体をアメリカ製の真似をして作らざるを得なかったということだね。実は、当時も日本独自で戦闘機開発を目指そうという意見があったんだけど、政治的な思惑やこうした機関部分を国内で製造するのが困難だったという現実を鑑みれば、諦めざるを得なかったってわけ。こうした過去を考えると、今度こそいよいよ国産化エンジンに目処がついた状況になったということで、悲願達成という言葉も過言ではないよね。くしくも F2 戦闘機の後継機である F3 戦闘機はアメリカとの共同開発と言われているんだけど、XF-91 エンジンが完成したことによって日本が新しい選択肢を得られたことに間違いはないよ。XF-91 エンジンは現在の戦闘機用エンジンに求められる必須条件である小型、
軽量という要素をクリアしており、それに加えて、15トン以上もの水力確保に成功していることが素晴らしいと言えるんじゃないかな。具体的な各部分のデータを紹介すると、前述の F-22 ラプター戦闘機 F-119 エンジンは全長 5.16 メートル、直径 1.168 メートルだけど、XF-91 エンジンは全長 4.8 メートル、直径1メートルだから、コンパクトサイズに出来上がったと言えるんだ。戦闘機の水力だけを強めるためのエンジンを製造するのなら、多少サイズを大きくすれば比較に簡単に可能と思われるんだけど、XF-91 エンジンのようにこれほど小型でかつ強力なエンジンになったというのは、最大のメリットなんじゃないかな。というのも、現在の戦闘機の必須要素と考えられているのが機関部のダウンイコールサイズ小型化だからな。これはステルス性能をアップさせるためでもあり、同時に兵装を機体内への収める場合の積載量を増やすことも可能にさせるメリットがあるぜ。もちろんステルス戦闘機を日本で独自に開発するということになれば、このような兵装収容用のウェポン米爆弾層の技術的ノウハウなど、様々な課題が発生してくるだろうね。しかし、最大の関門とも言えるエンジンの小型化がクリアされているから、なんとも心強いと言われているんだ。その他の出来事として、2019年6月の航空見本市において、F-91 エンジンの水力変更ノズルが開発中であることが公表されていて、これにより、実用化に向けた準備が着々と進行中であることが世界に強く印象付けることになったみたい。水力変更ノズル？水力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることによって、進む方向を調節する装置のことだな。XF-91 エンジンの場合はノズル式の同装置によって最大20度の角度内で機体のコントロールができると言われているぜ。開発が進む XF-91 エンジンだけど、次期 F-3 戦闘機自体の着地点がまだに決定していない状況で、このままではせっかくのプロトタイプエンジンが活用できないのではないかという最悪のシナリオも予想されているみたい。しかし、ここで注目すべきニュースがあるんだけど、この XF-91 エンジンに関して、当事国である日本よりもある意味で気にかけている国があるらしいんだ。次期 F3 戦闘機が気にかかって仕方ないのか、折に触れてニュースで取り上げている国があるな。しかも、その取り上げ方といったら、まだ何も決まっていない。要するにゴリム中状態のこの計画を自国の安全保障が脅かされると強行状態もどきの論調だぜ。自国の安全保障が脅かされるって、ことあるたびに言ってる国があるけど。このヒステリーじみた国こそ、お隣の韓国だよ。お互いに日本が仮想敵国と考えているだろう中国ならわかるんだけど、韓国はアメリカの同盟国という同じ立場なんだよね。ただ、韓国と日本の関係は一言で言えるほど簡単ではないよね。日本にとって、韓国は輸出で第3位、輸入で第4位の貿易相手国なんだ。特に日本から韓国へは、半導体や反シルベ製造装置をはじめ、精密化学原料、プラスチック製品などを輸出しているよ。さらに、韓国からは日本へは、石油製品は鉄鋼板、半導体、プラスチック製品などを輸入していて、お互いの存在が経済を支えていると言っても過言ではないんだよね。だが、今でも根付いている反日意識は弱まることはないよな。これは、太平洋戦争時代に、旧日本軍が韓国人女性を従軍慰安婦として強制的に働かせたことから始まる確執で、日本はこれまで謝罪や賠償金を行ってきたが、それに納得するほど韓国も単純な国ではなかったからだぜ。この問題は一度は解決したと思われていたんだけど、韓国の大統領が交代するたびに取り上げられる問題でもあるんだ。今でも、この従軍慰安婦問題は日韓の問題の一つとして取り上げられており、これが韓国で現在も行われている反日教育の原因と言っても過言ではないってわけ。さて、そんな複雑な関係を持っている日本と韓国だけど、政治的な関係の揺らぎもありつつ、軍事的にもその関係が揺らぎつつあるんだ。なのに日本の F3 戦闘機開発については、まるで明日にでも日本に攻撃されると言わんばかりの警鐘を鳴らしているってわけ。決定にはまだまだ時間がかかりそうな次期 F3 戦闘機計画に、そこまで注目されると日本の技術を過大評価されているようで、嬉しいような、呆れるような入り混じった思いになるよね。ただ、一方的に日本を仮想敵国だと思い込む韓国の姿勢には悲しさを通り越して呆れるばかりだな。韓国だから、といえばその一言で尽きるよね。韓国は原潜や航空母艦を所持したいようだけど、この国の軍備はどこを目指しているのか。他国のことだけど、韓国の迷走はまだまだ続きそうだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。